プログラマー SE が心のブレーキを外す方法後回しにしたい仕事が常にある仕事やりたくねえ、ブレーキかかりまくりだわ会社行きたくないこれも心のブレーキ心のブレーキを外しましょうと自己啓発書やビジネス書によく書かれていますこれまでの人生で我慢していることをやってみよう自分には無理だと思って罠から諦めてることはないかそういう心のブレーキを外すことで素晴らしい人生を生きられるんですという話ですこれをプログラマー SE の仕事に当てはめて考えてみました 後回しにしてしにてまう理由、プログラマー SE の仕事にかかりやすいブレーキの一つは1行目のコードを書くときのブレーキですなんかめんどくさいな難しそうだなとその仕事を避けてしまっていつまで経っても取りかかれないそんなことってありますよね別の仕事ばかりやっていつまでも後回しにしたり同僚と雑談をしてしまったり飛び込みの仕事や打ち合わせが入るとやったー後回しにできると心の中で喜んだりしてしまいますこういうとき何がブレーキになってるかというと恐怖心なんです恐怖心がブレーキになっている 正確に言うと、期待通りにならない恐怖です。プログラムを書いたら、すぐに思った通りに動いてほしい。でも、このプログラムは厄介だからそうはならなそう。という思いです。解決策は、作業を細かく分けて、ちょっとでもいいから始めることです。やってみたら、思ってたより大したことなかったってことはよくあります。というか、大抵そうです。作業を細かく分けると、期待することも小さくなります。逆にプログラムを完成させる、という単位でやろうとすると、期待が大きすぎて心にブレーキがかかってしまいます。ですから、まずは、一個を書くことだけ目標にするんです。 1一行書くだけなら、怖くありません。苦労もしないし、失敗もしません。1行書きを終えたら、成功です。まずは1行書けることを期待するんです。やり始めたら気分が乗ってくるものです。1行書いたら、本当にその作業をやめても良いことにします。しかし大抵の場合、1行だけでなく数行書けるはずです。そして数行書くと勢いがついて、その作業にのめり込めるかもしれません。そうやって、気分が乗ってきても、またどこかで手が止まることがあります。 面倒な局面にぶち当たった時です。ロジック的に難しくて、深く考えないと進めない。API の仕様を調べなければならない。仕様の確認をしなければならない。こんな場面です。使ったことのない API を初めて呼び出す字って、どうせうまくいかないだろうな、何度も試行錯誤するんだろうな、めんどくさいな、と思ってしまいますよね。こんな時、村上福之さんの連載、ヒコミプログラマーが独立するのに必要なたった二つの勇気に書かれていたことが参考になります。 とにかく一歩踏み出すための心構えは、なるなり適当な値を突っ込んでコンパイルする勇気、適当な値でも入れて動かせばエラーが返ってきて、エラーメッセージ読めばなんかわかるじゃんということです。立ち止まっていても何も前に進まないので、なるでもいいから引数に渡して実行してしまえと村上さんはおっしゃっています。これ本当、その通りです。失敗しても良いから、一歩目を踏み出せってことです。めんどくさい作業であっても、そのめんどくさい作業の一歩一歩自体は小さな作業です。トータルで考えてしまうとめんどくさく感じますが、目の前の一歩だけに集中すれば簡単なことです。 一歩一歩は簡単。それが積み重なれば、大きく前進できる。難解なバグのデバッグとかでも同じです。このバグの原因を突き止めて回収することのトータルは労力がかかるかもしれませんが、第一歩として、変数の状態を確認するためのログを一行を埋め込むのは簡単なことです。一つ一つは簡単なことだとわかると、困難だと思えるものにも早く取りかかれます。人生も同じで、良い人生を生きる、って壮大で難しいことのように感じられますが、今日一日を良い日にする。 この1時間を充実したものにする、と考えれば、そんなに難しくないですよね。ですから、一日一日を良い日にする、それだけ考えて生きていけば、振り返ってみて良い人生だったなと思える人生となるんじゃないかと思います。